シグのもうめんどくせえポッチョやだな、なんかやりにくいわやりにくいわ、かけるよなんか俺なんか聞きにくいんだよね、なんかハウリングはしないけど若干近くに行かないとあんま聞こえない的な、うん、あはい、じゃあくしくもこれ表側決勝でいいのかな、はい、表側決勝戦どうも、ちょっと初めてんじゃねえかおいちょっと待った、じゃあ皆さん盛り上がっていきましょうちょっと若干ね寝起きだったのでちょっとまだ声がガラガラしてるけど頑張って実況します、はい、じゃあ大平田バーサー先生陣いってみましょう、行ってみましょうって言うのホークリーだったのよさあ SH ちょこっと開幕中、しかし体力パックマックスだとねあまり意味がないか、先生の挨拶は済んだようで、さあお互い小ジャンプをしながら中間距離で様子を見る展開、さあまずはどちらがコンボで持ち込むか、両方とも序盤からね北斎上京コンボでルカを投げコンボなどお互いそれなりのダメージを奪える操作を持っているので、あっという間にパーセント溜まるときは溜まるんじゃないでしょうか、しかしやはり中間距離のジリジリした嫁が、おっとこれはめくっていた、さあキャンつかみ当たらず、おっと SH うまい、上京上京と普段ならやりたくなるところをあえて相手のジャンプ回避を読んで首を刺していく、おっとこれは PK サンダル来て上に上がって、これはさすがに投げられてしまう、こう使って弱の当て投げ、当て投げにはいかないか、さあまだまだ小ジャンプでお見合いの距離、楽な展開が早い、めくりに出して上京、的確な反撃見せてゲスイショット精密機械のようなパンダヌグ、おっと早い展開、しかし制しての S1 ボックスのジャグ発生が早い、ジャグジャグ見思えば伸ばしていく、大変だここからどうする、まだまだ自分距離 PK ファイヤー打っていく、ジャグ下強ジャグジャグジャグ流れるような打撃技、ゲスイッコラ見てて、しかし投げている、さあパーセント 103% 結構あったまってきてるから、浮かせた後の空中回避を出すか出さないか、そしてその2択を読んで、おっと10横島の16、しかしこれは傘でクリーンヒットにならず、しかしペースを握るのは SH ボックス、おっと投げよ、しかしルカはワイヤーゲロの中で屈指の後突きの後、おっとまたまた上島かすいった、大平坦中心に勝利の段階展開が多いが、パーセントはおのまま負けている、もうちょっとパーセント稼ぎたいか、あっとこれは空母首に刺さってしまう、先制したのは SH ボックス、さあビジョンでライオン回帰していく、まだ橋を攻めてパラリ投げて熊へ上まで繋いでダメージあっという間に 20% ブラスターの吸収をちらつかせる、吸収をちらつかせることでブラスターはちょっと落ちにくくしている、これでかい見てからその場起き上がりをリエさす、さあまだまだ SH ベースが続くか、2ゲームつないでいく、このキャラ足の速さも感じてね、本当にコンボをつなげやすい、いろんな技からいろんな技につながる、この辺がボックス見てみよう、やはり遊撃に限らない、しかし今回ちょっとパックが譲らないと思いますね、だけだけさあ DA さあ SH PK ファイを避けながら復帰するが、かしこ飛び出していく、そしダイエーター少し強気なフォローを出すが、それをかいくぐる前投げ、さあさあ丸々1ストック下がってきる、おっと当て投げ読んで弱、速さの転換あれ弱で割り込めるんです、おーっと横浜クリエイト先制したのは SH ボックス、こちらボックス、これよりいや対策が光りますね、ユカの下強に対して弱をこすっている、リプレイお願いします、確かにまあほとんどフットモーションはないんですが、ザクで割り込めるぐらいに隙間があるんですね、普通の人だったら結構回避だとかガードジャンプだとか対策するが、 SH は逆にザクを起こすという対策、リターンを取っていく、さあじゃあ対平田がまず、あいや SH はまずステージ取りからの、まあ、お互いどうやら同勝したようですね、じゃあ対平田がステージを選んで、さあ選ぶステージはスマブラ、さあ表が決勝戦2回戦、2回戦というか2戦目、1本目は SH が制していた、ニュートラル着地がこれは着地にかられない、振り向きだけでしっかりしている、上この展開フォックスとやはりお手玉コンボ、
ピグファイヤー、これはジャスカヤグヤグヤグ、おっとここまで総裁、これお互いジャスフレーム一緒なのかな。コックスっていくつだっけ、2か3だったよね確か。コンボなんだなんだ、あっちはあっちで盛り上がってるぞ。なんかうるせえ同感客が、なんなんだヤジなのか味方なのかよくわかんねえが、とりあえず空母衛星気にせず、どうやらなんか衛星移動してる、ヤジを飛ばしてる。てかお前ら仲良しじゃなかったっけどうだったっけ、今はそういう気分じゃないのか。そんなことはどうでもいい。今呼び今呼び伸ばして、さあやはりこの中間距離のお互いの牽制、ここであーっと PK 振りで、これはバーゼ問題ないが、しかしパーセントはほとんど五分。さあスマッシュブラザーズでこのゲーム最初に実測奪った方が大幅なアドバンテージを得られる。このゲーム格闘ゲームと違ってストックをそのまま受け継いで勝った分を残して仕事ができる。なので先制した方がかなり優位を取れる。どれだけそのあそうですねアドバンテージを増やせるかというふうになるので、システム的にはバンパイアセーバーに近いかな。ピケファイヤー、今回ビジョンリード捕まりも恐れずのダッシュ、これは方法回避を見だったがダッシュの足を見ている。これで上スマッシュ、着地隙があってもエスマッシュが繋がってしまう。相変わらずの高性能強いですね本当に。薄いダッシュがすごかったな。前科のほど X からもあるコンボですね。当たり方によっては X 入らないけど今回むしろ入りやすくなったバラあるんですこれ。だけど感じが広い、しっかり当たる。弱連こそなくなったが十分に使いやすくて速い弱。さあ画面足太平太、まずはストック並びたいが平成対策してる。やはりジュカといえば投げが離弾高いキャラなんですが、 SH 投げをほとんど食らっていない。今までの試合で、まあ、まだ1回しくらいしか食らってないんじゃないでしょうかね。しっかり周り管理してますね。ジュカの間合いを攻めらせると見せかけてうまいことさばいていく。当て投げも読んでいる、しっかりジャグ。擦るのは回避やガードではなくジャグで擦る、これは完璧な対策か。最大しかし強引に投げて後ろ投げ、まだバスト、ギャラリーが盛り上がっていく。これには SH も苦笑いお前らどっちの味方だよという感じでしたが、しかしリードしているな、この完成と関係なく SH がリード。大変思い、まずは頑張ってほしいが、まず1本取り返したい太平太。しかし SH のボックス硬い、手堅い。しばらく経ったがまだパーセント、おっとここはヒットするが割り込んでいく。おっとドリル、ジュカやはり当て投げをやっても意外と有利フレームが取れてないんですよね。8000ワードだけど、ね、普通にごまかしが効かず何だしかね。暴れているジュカ対策なのか、グエッ、これは飛ぶがまだ死なない。ホーカークがちょっともうちょっとあったら死んでいたかもしれませんね。 50% あったら多分アウトだったでしょう。さあさあ、しかしこのゲームホカホカという便利なシステムがあるので、敗者の負けてる側に逆転しやすい優しいシステム、切れるシステムでもありますが、勝ってる方は切れる、負けてる方はワクワクできる素晴らしいシステム。後ろ上げ、さあ SH 淡々と勝って稼いでいく、満タンとどんどん稼いでいく。さあホカホマックスになってきた頃だが、おっとこれはヘビー最低繰り出していく。さあ SH パーセントの利用を生かして強気のボールを攻めるが、なかなか噛み合わない。コックス足が入って掴む回数はいいが、投げでは殺せない。あーたー、完全に擦って暴発が分かんないが、さあ持ってかせしたな SH コックス。さあさあ次は、まあしかし負けてしまった太平太もまだまだあの敗者が残っているのでね、また活躍